まもなく第1レース A 級の特一般戦発走を迎えます。2分戦となっていきますね。関東門の違うのをご覧いただいておりまして、はい、今足に刺激をこう入れているのが地元ホームバンク東沢選手。そうですよね、東沢選手、ね、地元ですからね、なんとかまずは食い下がることでしょうね。はい、はい、その前もあるのが、はい、一番桜井敏之選手。はい、そうですね、今日からの補充出走ですけれどもね、はい、まあ、補充でもね、一着前回の小田原も取ってますからね、はい、楽しみにしていきましょう。それでは実況高原康則さんでご覧ください。今日も青空が広がりました。アベマ湘南バンクです。皆様こんにちは。スピードチャンネルスカパー杯競輪グッディシリーズ2024、2日目を迎えました。本日も前半5レースまでが A 級戦、その後6レース7レースガールズ新人戦予選の2、8レースから最終レースまでは男子新人戦予選の2がそれぞれ行われていきます。このうち3レースから5レースは A 級の準決勝戦です。今日も最終レースまでごゆっくりお楽しみください。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は地元神奈川桜井俊之、2番愛知引田聡、3番静岡山内大作、4番岐阜北村敦、5番は石川辻勝、6番は平塚ホームバンク東沢健治。以上の6社での争いとなります。1番の桜井選手は今日からの補充となります。綺麗な青空広がっておりますが、風は体感としては昨日より強い感じがいたします。午後2時半の段階で天候が晴れ、気温は23度となっております。風向きは南東の 1.5 メートル、バンクの中では1センターから2センターの風、バックが追い風となっております。発走いたします。構えての号令かかりました。各選手が気合を高めてハンドルを握ります。号砲なりまして1レースの A 級特一般戦がスタートです。まずは3番の山内大作が上がっていきます。続いて1番の桜井俊之、6番の東沢健治、あとは5番の辻勝、2番の引田聡が続いて、これで最後方になったのが4番の北村敦です。レースはバックから3コーナーへと向かっていきます。序盤戦です。これでまず前受けとなりましたのが南関東ラインということになりました。誘導の後ろが1番の桜井俊之、今日からの補充出走となっております。慶応閣から中2日ほど相手の統治となりました。バック本数が語りますように積極的に風を切る競争多いんですけども、2走前の前橋、こちらの競争では最終日最終2コーナー4番手からまくっての白星がありました。ホームバンクの6番東沢健治がこれに続いていきます。あとは3番手3番の山内大作です。そして後方が中部勢、5番の辻勝、昨日は東マーク、ただ共倒れに終わりました。今日は目標不在の競争となっています。2番の引田聡、そして4番の北村敦が続く中部ラインが後方からとなっております。3対3の2分戦です。レース赤番周回を迎えるところ、上昇してまいりました5番の辻勝、ただここは突っ張る構え、1番の桜井俊之、結局元に戻って4番手に車を下げた5番の辻勝であります。1番の桜井が先頭で5番の辻の動きを警戒、2コーナーからバックに差し掛かって打掌を迎えます。打掌が入ってまだスローペース、5番の辻はどういった競争を見せるのか、1番の桜井はどこから踏み上げていくのかというところであります。4コーナーから間もなくレース残り1周となるところで、さあ1番の桜井が加速していきます。6番の東沢、そして3番の山内と続く難関勢、一方4番手に控える5番の辻勝、1センターから2コーナー、さあ2コーナーからまくっていきます。さあ最終バックを通過して、ここは6番の東沢牽制を入れる、ただ5番の辻がこれはなんとか耐えてそこをまくっていこうというところ、4コーナーから直線、1番の桜井をかわして5番の辻勝が最後は伸びてまいりました。5番、2番、6番あたり、1レース A 級特一般戦、このレースは異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。5番の辻
目標の不在という競争になりましたが、それでも6番のトーサーの牽制を乗り換えて最後は5番の辻がまくっての1着となった模様です。ゴール前スーパースロー、5番の辻、そして2番の引田、ここはチューブワンツーとなって3着にどうやら6番の遠沢が入った模様です。結果と決定、今しばらくお待ちください。1レースでした。第1レース A 級の特一般ご覧いただきました。決定放送まで今しばらくお待ちください。辻選手の得意が出ましたね。そうですね、まあ、2分戦でね、はい、1番の、ね、うん、桜井選手先行だったんですけれども、やっぱりね、S 級で戦っていた足というかね、苦しい展開ではあるんですけれどもね、力でなんかねじ伏せたっていう感じのレースでしたね。伊藤さん選手もブロックしてというところだったんですが、そうですね、はい、もう3コーナーで、ね、引っかかればね、はい、あれだったんですけれどもね、ちょっと3コーナーでも前に出られていましたよね。はい、なのでその遠沢選手は3着あたりの体勢に見えました。ゴール戦通過は5番2番6番と見えましたが、この後の決定まで今しばらくお待ちください。バンク内では第2レースの選手紹介が行われています。こちらも A 級の特一般戦、メンバーが1番長崎川島勝選手をはじめ7選手によって行われます。なお4番車榎本光雄選手は2日目からの補充出走です。では放送お聞きください。決定。1着5番、2着2番、3着6番。平塚競輪1レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式2番5番710円、車番伝承単式5番2番1560円、3連勝複式2番5番6番2280円、3連勝単式5番2番6番12650円、ワイド2番5番430円、5番6番1370円、2番6番980円。以上でございます。はい、その太田選手が番手を回ってというところです。あとはライン3番松本光雄選手からもできていきますが、どんな組み立てとなるでしょうか。それでは第2レースを実況でご覧ください。高橋さんにバトンタッチします。実況放送でお楽しみください。アベマ湘南パンクスピードチャンネルスカパー杯競輪ルーキーシリーズ2024、2日目競争は2レースを迎えます。この2レースまでが A 級の特一般競争、なおこの競争7社での争いとなります。その対戦いたします7名の選手が発走系と今勢ぞろいいたしました。それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番長崎川島勝、2番埼玉太田真一、3番愛媛松本光雄、4番静岡今日から補充の榎本光雄、5番茨城中川義久、6番徳島山本博明、7番北海道竹内優也。以上のメンバーで2レース今日最後の A 級特一般戦を争います。で結局6着に終わった2番の太田真一でありますが、今日はライン3社の番手を任されました。昨日の雪辱を果たしたいところであります。一方で7番の竹内、ここはライン3社の先頭を任されました。果たしてどういう競争を見せるんでしょうか。
体制完了です。号砲なりまして2レース今日最後の A 級特一般戦がスタート。まずは3番の松本光雄が誘導を追っていきます。続いて1番の川島勝、2番太田真一、少し離れて4番の榎本光雄、外に6番の山本博明、あとは5番の中川義久に最後方から7番の竹内優也が上がってくる序盤戦です。競争は3コーナーから2センターへと向かっていきます。これでまず前受けとなりましたのが四国の2人です。誘導の後ろが3番の松本光雄です。昨日の競争は大巻の番手、その仕掛けが不発に終わって共倒れに終わっております。今日は自ら風を切る競争、3番の松本、マークいたしますのは6番の山本博明で、四国ラインがまず前受けということになりました。そして1番の川島勝が現在3番手の位置、こちらは短期での競争です。あとは長いライン3者、7番の竹内優也、昨日の競争ジャンで先行していったんですけども、横打ちのまくりで5着に終わっております。そして短期で昨日苦しんだ2番の太田真一はここは竹内の番手、そして5番の中川義久まで、こちらが北海道とその後ろに関東の2社がつくライン3社、そして今日から補充の4番榎本光雄は短期で現在最後方です。レース残り2周の赤番周回、前を抑えていこうという7番の竹内、それに対し3番の松本はここはどうでしょう、突っ張る構えを見せるか、ただ強引にここは7番の竹内も前を叩いていこうというところ、ただ3番の松本がここは突っ張る構えを見せます。打勝を迎えます。3番の松本が先頭でジャンを聞いて、さあ2番手外側で並走していた7番の竹内が強引に前を叩いていきます。さあレース間もなく残り1周となるところで、残り1周を切って先頭に出た7番の竹内、そして2番の太田、そして5番の中川というところで、今度は1番の川島が短期で一気に上昇、2番手の外側まで来ました。そして今度は4番の榎本がその外から上がっていく、最終バックを通過して短期の4番榎本が先頭に出た、そしてこれで7番の竹内、2番手、3番手に2番の太田真一となっております。4コーナーから直線に戻ってくる先頭、4番の榎本先頭、榎本今1着ゴールイン、4番7番2番あたり。2レースの A 級特一般戦、このレースは異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。ミッドナイトから中4日ほど空けて再び当時となったこの4番の榎本光雄ですが、短期でまくっていきまして1着となった模様です。前回の雪辱果たしたかというところ、ゴール前スーパースロー、4番の榎本、そして7番の竹内優也、あとは2番の太田となった模様です。結果と決定、今しばらくお待ちください。2レースでした。第2レース A 級特一般ご覧いただきました。関係の野本選手の一発が決まったでしょうか。はい、決定放送お待ちください。松本さんいかがでした。はい、ね、1番の、ね、川島選手の追い上げでね、はい、7番手にいた4番の、ね、野本選手に展開が向いたなというまず一言ですよね。あとはね、3番の松本選手がね、こう必要に前受けからね、こう7番を簡単に先行させないね、レースをしてきたんですけれども、最終ホームのところはね、勝負、バント勝負かなと思ったんですけれどもね、引いていってね、太田選手すんなり単独だったんですけれども、でそこにこう1番追い上げ、4番のまくりということで、ちょっとね、後方で足を溜めた選手に展開が向きましたね。はい、ゴール戦通過4番7番そして2番という体勢に見えましたが、決定放送お待ちください。はいはい、そしてこの第3レース選手会が行われていますが、ここからは A 級の準決勝戦が始まっていきます。メンバーが1番大阪伊藤誠貴選手をはじめ、ご覧の7選手によって行われます。発走予定時刻は16時ちょうど、公式投票締め切りは15時57分です。決定、1着4番、2着7番、3着2番。平塚競輪2レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番7番1390円、シャバン連勝単式4番7番2530円、
三連勝複式2番4番7番530円三連勝単式4番7番2番3570円ワイド4番7番360円2番4番210円2番7番110円以上でございます。あとは1番伊藤誠希選手ですね、ご覧いただいております。その伊藤選手がバンク台に入って、いよいよレースが始まっていきます。それでは第3レースをご覧ください。お楽しみください。湘南バンクスピードチャンネルスカパー杯競輪ルーキーシリーズ2024日目、競争は3レースを迎えます。ここからは A 級の準決勝戦、バンク4周回、距離は1625メートルで争われます。その一組目に挑みますメンバー7名が発走機へと勢ぞろいいたしました。それではインコースから順を追ってご紹介してまいります。1番大阪伊藤誠希、2番福岡内山拓、3番地元神奈川梅田和也、4番三重東哲也、5番愛媛吉武慎太郎、6番地元神奈川井出昌司、7番鹿児島大竹野弘樹、以上の7名で第3レース今日1組目の A 級準決勝戦を争います。前を任せての競争も7着に終わった1番の伊藤、今日は自ら風を切る競争となります。4番の東とラインを組んでいきます。中近勢発走いたします。一方で5番の吉武慎太郎、昨日は中段のまくり追い込みが届かずという競争でありましたが、今日はどうでしょうか。号砲が鳴りました。3レース A 級の準決勝戦がスタートです。まずは2番の内山拓が上がっていきます。続いて1番の伊藤誠希、4番東哲也、5番の吉武慎太郎、3番梅田和也、その後ろ6番の井出昌司、そして最後方から7番の大竹野弘樹が上昇していきます。序盤戦です。レースはバックから3コーナーへと向かっていきます。長いライン3車、こちらが前受けということになっていきそうです。誘導の後ろ5番の吉武慎太郎であります。昨日の競争中段4番手2センターからまるっくり追い込もうとしたんですけども、わずかに届かず4着に終わりました。今日はどうでしょうか。ライン3車の先頭です。この後ろに九州の2人、2番の内山拓、7番の大竹野弘樹が続いていきます。さあそして中段の位置は中近勢、1番の伊藤誠希、昨日の競争小松原に前を任せるも共倒れです。7着に終わっております。前走岐阜の最終日、最終1センター後方からのまくりを決めて1着がありました。ここも豪快なまくりあるかどうか。4番の東哲也が続きます。さあそして後方からとなったのは地元勢、3番の梅田和也、昨日はジャン先行で粘ってという競争、6番の井出昌司との、ここはワンツーを昨日に続いて狙おうというところであります。レース赤番周回、残り2周となるところ、地元勢が上昇していきます。5番の吉武はここはどうするか、一旦地元勢を出させました。これで3番の梅田が先頭に変わって、3番手5番の吉武、そして6番手に1番の伊藤となっております。さあレース打者を迎えるところ、さあ打者を迎えて、さあ誰がまず仕掛けていくのかというところであります。3番手に控える5番の吉武、そして6番手に控える1番の伊藤、3番の梅田はまだ先頭で流している状況ですが、レースまもなく残り1周、さあ3番の梅田がペースを上げて、後ろから1番の伊藤が勢いよくまくっていきます。あっという間に前を捉えてというところですが、4番の東は連携が外れてしまっている。これで3番の梅田が後退していく。最終バックを通過して、今度は5番の吉武が上昇してまいりました。2番手の外側あたりまで来ますが、1番の伊藤とはまだ距離がある。4コーナーから直線に戻ってくる1番の伊藤先頭、今伊藤が1着ゴールイン、あとは5番車かどうか。3レース A 級の準決勝戦、
1番の伊藤聖輝、ここは後ろを離してという競争。このレースは異常なしの白旗です。リプレイで振り返ります。1番の伊藤聖輝、そして5番の吉武が最後2着に来たかというところ。1番の伊藤、そして5番の吉武、あとは3番の梅田となったでしょうか。結果解けて今しばらくお待ちください。3レースでした。第3レース A 級準決勝1組目をご覧いただきました。決定予想までお待ちください。松本さん、レースいかがでしたでしょうか。はい、やっぱり伊藤選手がね、長い距離ロングで行きましたよね。ホーム過ぎから一旦後方になったんですけれどもね、あの仕掛けていって、1番の、ね、ロングまくり決まったんですけれどもね、4番のね東選手がちょっと追走手間取ってしまってというところだったですね。あとはやっぱり先行したね梅田選手の粘り腰ですよね、はい、ゴール前ね、5番の吉武選手には刺されてしまったんですけれども、見せ場はたっぷり作りましたよね。はい、はい、ゴール戦通過1番5番3番という体制に見えましたが、決定放送今しばらくお待ちください。バンク内では第4レースの選手紹介が行われています。 A 級準決勝2組目です。メンバーなんですが、1番愛媛、横内博人選手をはじめ、ご覧の7選手によって行われます。発送予定時刻は16時25分、公式サイト締め切りが16時22分、民間サイト締め切りが16時20分が締め切りの時間となります。選手会はまた後ほど VTR で確認していきます。では放送です。決定！1着、1番。2着、5番。3着、3番。平塚競輪3レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番5番410円、シャバン連勝単式1番5番920円、3連勝複式1番3番5番2110円、3連勝単式1番5番3番9230円、ワイド1番5番230円、1番3番1670円、3番5番570円。以上でございます。 A 級の準決勝戦が始まっていきます。最後に1番横内博人選手がバンク内へと向かっていきますね。それでは第4レースをご覧ください。アベマ湘南バンク2日目のスピードチャンネルスカパー杯競輪ルーキーシリーズ2024、競争は4レースを迎えます。 A 級の準決勝戦2組目、バンク4周回、距離1625メートルで争われます。対戦いたします7名の選手が今発走機に勢ぞろいいたしました。4レース A 級の準決勝戦、それでは対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番愛媛、横内博人、2番青森、佐々木健二、3番静岡、落合達彦、4番福井、小松原雅人、5番岡山、小川拓海、6番静岡、小川達也、7番福井、北川文部。以上のメンバーで4レース A 級準決勝戦2組目を争います。まくりを決めて1着白星スタートとなった1番の横内、ここは5番の小川拓海と中四国ワンツーを狙いに行きます。一方4番の小松原、昨日は後方で苦しく6着に終わりました。初日の特選競争の意地、ここは何としても A 級準決勝戦突破で決勝へ駒を進めたいところです。発走いたします。構えての号令かかりました。各選手が前傾姿勢と入ります。体制完了、号砲なりました。4レース A 級の準決勝戦がスタートです。
まず上がっていくのが2番の佐々木健二、続いて1番の横内博人、その外から7番の北川文部上がっていきました。あとは5番の小川匠、3番落合達彦、6番小川達也、そして4番の小松原雅人が現在最後方から上がっていきます。序盤戦です。レースは3コーナー過ぎて2センターへと向かっていきます。さあこれで誘導の後ろ7番の北川が入りましたので、4番の小松原が入って、これでどうやら福井の両者が前受けということになっていきそうです。レース2周回目へと入っていきます。7番の北川が4番の小松原の上昇を待って、今バックを踏んで4番の小松原を迎え入れました。4番の小松原雅人誘導の後ろ、昨日の競争後方6番手に置かれて苦しくそのまま6着に終わっております。今日はどうか。7番の北川文部続く福井勢、そしてその後ろが1番の横内博人です。昨日は最終2コーナー後位3番手からのまくりで1着となっております。5番の小川匠が続く中四国ライン、そしてその後ろですが6番の小川達也、昨日の競争赤番過ぎに先行そのまま粘っての2着でありました。3番の落合達彦が続いていきます。そして2番の佐々木健二がその後ろ、レース残り2周となるところ各ラインが動いていきます。1番の横内がまず動いて、その上を抑えてという6番の小川達也、ただ1番の横内もここは3番手あたりまで来ましたが一旦車を引いて、レースまもなく打鐘を迎えるところで今度は後方に下げていた4番の小松原が動いていきました。これで叩いていった4番の小松原、これで3番手になった6番の小川達也、後方6番手になっている1番の横内であります。レース残り1周となりました。風を切っていく4番の小松原、このまま押し切れるかというところ。さあそして3番手に控えている6番の小川達也、一方後方6番手の1番横内はどこから仕掛けるのか。2コーナーから最終バックを通過した4番の小松原、さらにギアを上げていく7番の北川文部、これに続いていく2センターから4コーナーへ戻ってきた先頭4番の小松原雅人、その後ろ7番の北川文部続くが、ここはどうでしょう。4番7番、あとは3番車来たか。最後はゴール前4番7番際どくなりましたが、どうでしょうか。4レース A 級の準決勝戦、最後は4番の小松原、7番の北川、この福井の両者の争いというところになりました。ゴール前スーパースローの映像をご覧ください。4番の小松原わずかに体勢有利か、そして7番の北川か、あとは3番の落合が3着に入った模様。結果と決定、今しばらくお待ちください。4レースでした。第4レース A 級準決勝2組目ご覧いただきました。一度さんいかがですか。小松原選手のこう積極的な走りがね、功を奏したね。そうですね、長間文部選手、ね、最後どうか捉えるかというところでしたけれども、どうかな。文部さん焦りすぎかもしれませんね。あ、そういうことですか、はい、思わず私たちも外猫を見て、はい、応援してしまいましたけど、はい、はい、まあ、ワンツーが決まったかというところで、3着は落合達彦選手が伸びてきていたように見えるんですが、決定放送をお待ちいただければと思います。第4レース A 級準決勝2組目でした。バンク内では第5レース A 級準決勝最後の組前哨戦が行われています。メンバーなんですが、1番千葉の伊勢崎明宏選手をはじめ奈良選手によって行われます。この後発送予定時刻は16時55分、公式投票の締め切りは16時52分です。決定。1着4番、2着7番、3着3番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪4レースの払い戻し金額をお知らせいたします。車番伝承複式4番7番410円、車番伝承単式4番7番380円、3伝承複式3番4番7番520円、3伝承単式4番7番3番1000円、
320円ワイド、4番7番230円、3番4番180円、3番7番230円、以上でございます。ではご覧いただいております伊勢崎選手、そしてその前を走るのが奥ですね、地元の5番車松坂雄介選手です。初日逃げ切りを決めてというところですね。今日はライン3車先頭走っていきます。それでは第5レース A 級の準決勝最後の組、実況高原康則さんでご覧ください。実況放送でお楽しみください。アベマ湘南バンク2日目のスピードチャンネルスカパー杯競輪ルーキーシリーズ2024、競争は5レース、今日最後の A 級準決勝戦を迎えました。中央の走路を通りまして対戦いたします7名の選手が今発走機に勢ぞろいいたしました。バンク4周間、距離は1625メートルで争われます。では対戦メンバー、インコースから順を追ってご紹介してまいります。1番は千葉伊勢崎昭弘、2番鹿児島上吹越直樹、3番岡山大牧大輔、4番北海道明田春樹、5番は平塚ホームバンク松坂雄介、6番熊本山川翔太、7番岡山多田昭則、以上のメンバーで5レース今日最後の A 級準決勝戦を争います。3番手伊勢崎も3着に入りまして難関勢上位独占となりました。今日も松坂とラインを組む1番の伊勢崎であります。そして5番の松坂、昨日も大きな声援飛んでおりましたが今日も大きな声援が飛んでおります。ホームバンクの松坂、今日も連勝で明日の決勝に駒を進めるか。さあその一方で松坂に次に多いバックホンス7番の多田はどういった競争を見せるか。岡山勢、後方になりました5レース今日最後の A 級準決勝戦がスタートです。まず3番の大牧大輔、内から1番の伊勢崎昭弘が上がっていきます。続いて2番の上吹越直樹、4番の明田春樹、そして7番の多田昭則、離れて5番の松坂雄介、これで最後方から6番の山川翔太が上がっていきます。序盤戦です。レースは3コーナーから2センターへと向かっていきます。さあ徐々に隊列が固まってというところ、これでライン3車が前受けということになっていきます。伊勢崎が今5番の松坂、上昇してくる松坂を迎え入れました。レース2周回目と入るところ、誘導の後ろ5番の松坂雄介です。昨日赤番過ぎ前を抑えて先行、そのまま逃げ切ってという競争でありました。マークする1番の伊勢崎と今日もラインでというところであります。そしてこの3番手を4番の明田春樹が固めていきます。ライン3車、その後ろは岡山の2人、7番の多田昭則、昨日の競争突っ張り先行押し切っての1着でありました。3番の大牧大輔の岡山勢であります。そしてその後ろですが6番の山川翔太、そして2番の上吹越直樹、この九州の2人が後方からとなりまして、その2センターから4コーナー上昇してまいりました。レースまもなく残り2周となるところです。さあ九州の2人が前を抑えてというところになっていきそうです。7番の多田昭則も上昇してまいります。5番の松坂は一旦車を引いております。さあ7番の多田が現在5番の松坂の横、動きを警戒した模様です。さあ打鐘が入った、まだ誘導は退避しておりません。先頭の6番の山川まだ踏み込んではいないところですが、さあ打鐘過ぎて7番の多田が踏み込んでいく、誘導が退避して、これで岡山勢が前に変わりました。3番手になった6番の山川、レース残り1周となりました。一本棒で残り1周を切って、さあ風を切っていく7番の多田、続く3番の大牧の、ここは岡山勢、3番手に控える6番の山川、さあそして 2コーナー手前で5番の後方から上がってくる5番の松坂ですが、どうでしょうか。最終バックをするに通過、3コーナーから2センターへと向かっていくが、2番の上福越にここは牽制を受けてちょっと苦しいか、粘る7番の多田昭則、4コーナーから直線、7番の多田先頭、多田今1着ゴールイン、あとはどうでしょうか。1番3番2番この辺り接戦であります。
5レース A 級の準決勝戦。7番の多田明則、ここは風を切って押し切ってという競争でありましたが、このレースまだ確定ではございません。7番の多田、そして3番のお知らせします。ただいまのレースは審議いたします。放送をお聞きいただきましたが、このレースは審議となります。5レース A 級準決勝戦は審議となります。ゴール前スーパースロー7番の多田、そして1番伊勢崎、あとは3番大巻に2番紙吹越、この辺りかと思われます。なお5レースはこの後審議に入ります。この後の審判放送をお待ちください。お知らせします。ただいまより第2コーナー付近の受賞について審議いたします。審議対象選手は2番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。ただいま放送でもお聞きいただきました通り、先ほど行われました第5レース審議となっています。第2コーナー付近の受賞についての審議です。審議対象選手は2番選手と発表されています。この後の審議の結果、決定に関しましては今しばらくお待ちください。2番選手が審議の対象となっています。ゴール戦通過はどうでしょうか。7番、1番、3番、このあたりの体制に見えたんですが、ただいま第5レースは審議中となっております。決定までは今しばらくお待ちください。レースですが、市田さんいかがでしたでしょうか。うん、やっぱね、その今審議のね、牽制もあったんですけどね、はい、では放送です。お待たせしました。ただいまのレースの審議対象選手は2番ですが、3着までには到達しておりません。決定。1着7番、2着1番、3着3番。平塚競輪5レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式1番7番5940円、シャバン電商単式7番1番22760円、三連勝複式1番3番7番9750円、三連勝単式7番1番3番99370円、ワイド1番7番2610円、3番7番2140円、1番3番2610円。以上でございます。ただいまから平塚競輪第5レースの審議 VTR を放映いたします。2番選手は最終周回第2コーナー付近において、5番選手に対して急激かつ一方的に内外線間の幅の4倍程度外側に射高しましたので失格となりました。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ2024、2日目のアベマ湘南バンクです。さあ、ここから新人戦となります。まずは第6レース L 級ガールズ新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番地元神奈川大浦沙江、2番山口磯村ひらり、3番宮城三沢歩美、4番千葉伊沢真奈、5番三重伊藤優里、6番三重平子優奈、7番静岡野寺あずさ、
以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は鈴木真嗣選手が務めます。今日は初日よりも風の強いコンディションです。発表では北東の風2メートル、バンク内はバック側からホーム側に向かっての横風となっています。本命に押されたのは地元の一番車大浦紗恵です。その隣、初日に初勝利を飾った磯村ひらり、ジアシタイプ三重の2人、伊藤優里と平子優奈、ともに初日は持ち味を発揮しました。発走準備完了の7名発走いたします。初日はルーキー全員が持てる力を出し切った素晴らしいレースを披露してくれました。今日も先陣争いの激しいレース展開となりそうです。先頭員鈴木真嗣選手、今4コーナーを回っています。体制は完了しました。号砲になりました。第6レース新人戦予選2がスタートです。ここは2番磯村ひらり、外から6番平子優奈上がっていきまして、3番手から3番三沢歩美、4番が伊沢真奈、1番大浦紗恵、5番が伊藤優里、1番後ろは7番車野寺あずさです。2コーナーからバックストレッチ、誘導に追いつきました6番三重の平子優奈。1走目はロングスパートを敢行、大浦紗恵のまくりを合わせ切って3着に粘った走りは見事でした。地足強力、2番手2番車山口の磯村ひらり、昨日は2コーナー1番後ろから大外を回りながら追い上げて伸びきっての初勝利磯村ひらり、3番手からは3番宮城の三沢歩美です。昨日は2コーナー苦しいところをしのいで最後まで踏み切っての4着でした。続いて4番車千葉の伊沢真奈、昨日は真っ先にレースを動かしていきました伊沢真奈です。5番手1番車地元大浦紗恵、1走目はスタートを取って流れにうまく乗りながらのバックまくりも平子優奈に合わされてしまったレースでした。続いて5番車は三重の伊藤優里です。昨日は前へ行こうとするこれ永勇気を制してジャンデ先生中澤遥にかまされたんですが、第2戦後の形で2着に粘りました。一番後ろは7番車静岡野寺あずさ、初日はスタートを取って伊藤優里に飛びつくプラン通りの組み立てだったんですが、片岡美奈の追い上げにあってバックでいっぱいでした。体勢変わらず打掌周回に入りました。まだ動きはありません。先頭6番三重の平子優奈、2番手2番の磯村ひらり、3番三沢歩美、4番伊沢真奈、1番大浦紗恵まだ動かず5番手、その後ろから5番車伊藤優里、続いて7番野寺あずさ、この体勢のまま今ジャンが鳴りました。さあジャンが鳴って動きが出てきました。ここで5番の伊藤優里がかまします。7番の野寺あずさが追走していきます。5番7番この2車が行って3番手から6番のここは平子優奈、1番の大浦紗恵が4番手に追い上げています。残り1周を切りました。5番の伊藤優里のハイペースに7番の野寺あずさがいっぱいになっています。2コーナーからバックストレッチ、今度は2コーナーから6番の平子優奈が仕掛ける、追走1番の大浦紗恵、インコース2番の磯村ひらり追走です。200を切る第3コーナーです。飛ばす5番の伊藤優里、差が詰まってきた6番の平子優奈、その後ろは1番の大浦紗恵、4コーナー丸5番の伊藤優里粘る粘るも6番車が伸びてきました。平子優奈、そして1番の大浦紗恵、6レースガールズ新人戦予選に平子優奈が届きました。6番1番5番あたりまだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。確定しますと平子優奈初勝利です。6番1番5番のゴールの通過体制に見えましたが、まだ確定ではありません。お手持ちの投票券そのままでお待ちください。伊藤優里が一気にかましました。離されたんですが平子優奈追い上げて追い詰めて抜きました。リプレイをご覧ください。このレースは審議となるようです。このレースは審議です。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。ただいまのレースは審議いたします。このレースは審議となります。スーパースローをご覧いただいております。6番1番5番4着2番磯村ひらりが入っているようです。
まだ確定ではありません。審議です。この後の審判放送までお待ちください。第6レースの模様でした。お知らせします。ただいまより第4コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は6番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。はい、ただいま第6レースをご覧いただきましたが、このレースは審議となっています。第4コーナー付近の事象についての審議です。審議対象選手が6番選手と発表されています。どうでしょうか、上位2着選手が審議の対象となっているでしょうか。では放送です。お知らせします。ただいまのレースは1着到達の6番について審議を行っています。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。はい、第6レースですね。今放送にもありました通り、1着到達の6番選手について審議を行っております。審議の結果決定に関しましては今しばらくお待ちください。はい、第6レース審議中となっています。そしてこの後なんですけれども、バンク内では第7レースですね。こちらもガールズ新人戦予選の2走目、選手紹介が行われますので今しばらくお待ちいただければと思います。はい、第6レースは審議中となっています。ちょっとレース振り返っていきたいと思いますが、市田、さんいかがでした。伊藤優里選手がもうかまし、ね、大かまし見せてくれたね、はい、そうでしたね。あとは皆さん注目大浦選手になってたんですけれども、どの位置にいるかなというところでね、はい、平子選手や磯村選手と一緒に3人で、ね、こう追ったんですけどね、うん、ただまあ最後グッとこう伸びてというところでしたけれども、まあ2着の体制ですかね、まあ、ただ1着選手がちょっと審議の対象となっておりますので、はい、結果決定に関しましてはお待ちいただければと思います。はい、そして選手会がスタートいたしました。第7レースですね。こちら1番車埼玉中島ひとみ選手ですね。はい、2着スタートでしたね。そうでしたね。今日はどうでしょう、うん。はい、そして2番栃木片岡美奈選手です、はい、3着スタートですけどね、後方からかましまくりでいい位置入って、縦足あるなという感じでしたね。3番福井浜田美奈選手、はい、2場所目です。そろそろどうかな、うん、はい、そして4番福井中澤遥選手です。もうこちらはね、安定した走りで、まあ、本命だろうね、ここも。5番栃木福原みなみ選手です。はい、こちらも福原選手も2戦目2場所目というところですね。はい、そして6番車大分これ永優希選手、うん、若干ちょっと揉まれたところ、混戦でね、きついレースでしたが見せ場作りたいでしょうね。はい、最後に7番北海道佐藤ノア選手ですね、うん、こちらはデビュー戦でしたね、はいはい、では放送聞きください。お待たせしました。審議の結果をお知らせします。1着で到達した6番選手は失格と判定します。6番選手は最終周回第4コーナー付近において1番選手に対し、自ら一方的に内外旋回の幅の2倍程度外側に射高しましたので失格と判定します。決定。1着1番2着5番3着2番。平塚競輪6レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番5番270円、シャバン連勝単式1番5番550円、3連勝複式1番2番5番380円、3連勝単式1番5番2番1250円、ワイド1番5番140円、1番2番160円、2番5番190円。以上でございます。
スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ20242日目のアベマ湘南バンクです。競争は第7レースを迎えています。競争種目はガールズ新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番埼玉中島ひとみ、2番栃木片岡美奈、3番福井浜田芽生え、4番福井中澤遥香、5番栃木福原美奈美、6番大分これ永優希、7番北海道佐藤ノア、以上のメンバーによる対戦です。先頭誘導員は川田忍選手が務めます。風は依然として2メートルの風速、バンクバック側からホーム側に向けての横風です。1番車中島ひとみ、在所成績ナンバー2、その隣が昨日いい競争した片岡美奈、そして4番中澤遥香、福井の先輩柳原真央と同じ在所成績と卒期の2冠を達成しています。このレースも人気の中心です。構えての号令かかりました。体制は完了。号砲になりました。第7レース、ガールズ新人戦予選2がスタートです。まずは6番これ永優希が上がりました。続いて3番浜田芽生え、1番中島ひとみ、2番が片岡美奈、4番中澤遥香は5番手から、続いて5番福原美奈、最後尾7番佐藤ノアです。バックストレッチ誘導員の後ろは6番大分これ永優希です。1走目は最後まで諦めずに踏み切ったレースでした。2番手からは3番福井の浜田芽生え、昨日は必死に前段の争いに離されることなくついていきました。浜田芽生え2番手、3番手から1番埼玉中島ひとみ、1走目は大浦祭の幕に乗りながら直線一気に伸びていったレース、ポテンシャル高いゴールデンキャップです。そして4番手に2番栃木片岡美奈、1走目はジャンで最後方から外を踏みながら伊藤由里の後ろに入って3着9着を出しました。注目4番中澤遥香は現在5番手、1走目は前場所の鬱憤晴らす力強いフットワークで強さを発揮しました。その後ろから5番車は栃木福原美奈美、昨日は前々に攻めていったんですが2コーナーでちょっとコースをつけませんでした。最後尾7番北海道佐藤ノア、初日は前の流れを読みながら足を溜めていき直線はよく伸びていました。7番佐藤ノアです。体勢変わらず赤番を通過して打掌周回に入りました。動きはまだありませんか。一番後ろから7番の佐藤ノアが動いていくようです。佐藤ノアがゆっくりと上がって4番の中澤遥香の後ろで並走となっています。2コーナーからバックストレッチ、中澤遥香の後ろは並走、5番の福原美奈と7番の佐藤ノア、今ジャンが鳴ってここで3番の浜田芽生が仕掛けました。2センター浜田芽生が行きます。2番手6番のこれ永優希、1番中島ひとみは3番手、外から昨日同様一気にかました4番中澤遥香、今日も行きました。残り塩切ってスッと2番手切り替えて1番の中島ひとみ、2番手追走、4番1番3番手2番の片岡美奈、続いて6番車のこれ永優希です。離されています。バックストレッチ4番車中澤遥香、2番手1番中島ひとみ、ナンバーワンナンバーツーのこの2人が並んで3番手2番の片岡美奈、4コーナー丸4番の中澤遥香、踏み直す食い下がる1番中島ひとみ、抜きに行く粘る中澤遥香、1番車どうだ、接戦です。中澤遥香中島ひとみ、接戦となりました。並んでるゴールです。ナンバーワンナンバーツーのこの2人並んでるゴールでした。3着2番片岡美奈です。1着接戦でした。まだ確定ではありません。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。見応えあるこのナンバーワンナンバーツーの争い、審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。中澤遥香中島ひとみ、この2人最後踏み合って並んでゴール、スーパースローをご覧ください。さあ1着どうか、
分かりません。並んでゴールです。3着2番片岡美奈です。この後の正式決定までお待ちください。7レースの模様でした。第7レースガールズ新人戦予選の2走目ご覧いただきました。放送までお待ちください。いやゴール前接戦だったんですが、市田さんいかがでした？いやもう本当これね見応えありますね、うん、はい、あのナンバーワンナンバーツーが揃っていってね、こう抜くんじゃないかっていう期待もねあったかもしれませんが、どうでしょうね、どうでしょうねこれゴール。いやちょっと接戦で決勝戦楽しみになる。いやもう本当ですよね。もうそれレベルのレースを、そう、はい、見せていただきましたけれども、ただ中澤選手はやっぱり仕掛けましたね、はい、そうでしたね、うん、はい、という形でしたけれども、はい、はい、さあこの後の決定放送お待ちください。第7レースご覧いただきました。そしてバンク内では第8レース、ここから男子新人戦予選の2走目が行われていきます。メンバーが1番青森小田恭介選手をはじめ7選手によって行われます。選手紹介ご覧いただいております。そしてこの8レースはこの後発走予定時刻は18時25分です。決定1着4番2着1番3着2番、なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪7レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番4番170円、シャバン連勝単式4番1番180円、3連勝複式1番2番4番190円、3連勝単式4番1番2番350円、ワイド1番4番100円、2番4番120円、1番2番220円。以上でございます。ですね、男子新人戦予選の2走目が行われます。5番車の阿部彩人選手ご覧いただいておりますね。もう先ほど横断幕もう一度ご覧いただいて、まね、皆さんで応援している様子ご覧いただきました。今日はどういうレースとなるでしょうか。あとはその奥に伊藤雄生選手ですね。もう一度さん、伊藤選手も本当に初日落ち着いたレースでしたよね、うん、そうだね、うん、もうだんだん良くなるだろうね、もうそれしかないね、もっとね、そうですね、うん、この両者のラストになるのか、それとも、はい、楽しみにしていただければと思います。それでは第8レースですね、実況久保山芳太郎さんでご覧ください。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ2024、2日目のアベマ湘南バンクです。競争はここからは第2戦となります第8レース男子新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番青森小田恭介、2番山梨織茂雄一郎、3番長崎松本光大、4番三重伊藤雄生、5番福岡阿部彩人、6番埼玉今井のぞみ、7番鹿児島稲留敦樹、以上のメンバーによる対戦です。毎日毎レースが新たな発見と経験となっているでありましょう。125キロ新人レーサー、今日も激しく先頭が入れ替わるレースとなっていきそうです。二分したこの2人、4番伊藤雄生と5番阿部彩人。阿部彩人は憧れの村上義弘さんのグローブを身につけています。7番車井上敦樹発走いたします。うまくコースをつきながら3着に入ってポイントを6獲得しています。体制完了、号砲になりました。第8レース新人戦予選2がスタートです。
2番車織茂雄一郎スタートを取っていきます。その外から上がってきたのは5番阿部彩斗、続いて4番伊藤雄生3番手から1番車は小田京介、6番今井のぞみ、7番稲留敦樹、一番後ろは3番松本光大です。バックストレッチ先頭5番福岡阿部彩斗、初日はダッシュよく前に攻めたんですが渡辺瑠衣に行く手を阻まれてちょっと一歩遅れました。阿部彩斗2番手2番山梨織茂雄一郎、昨日はジャンで先行体制に持ち込みやや流したところ出足勝負の選手たちにちょっと飲み込まれてしまったです。3番手4番三重の伊藤雄生です。昨日はかましてきた林成美に飛びついてすぐにバックからまくりました伊藤雄生。4番手1番青森小田京介です。昨日はジャン前から抑えに行ってかましてきた中西優の番手にはまったんですがバックのまくりが線にはちょっと入れませんでした。その後ろから6番車埼玉今井のぞみです。昨日はジャンで西村拓司の番手に飛びついて2センターからすぐに出ていく競争、強地足6番今井のぞみ、7番鹿児島稲留敦樹が現在6番手、昨日は激しく先頭が入れ替わる中うまく3番機に追い上げています。最後尾3番長崎松本光大です。初日はジャンで7番手に置かれても4コーナー外を踏んで4着目に伸びてきました。さあ赤番標識を通過、後ろを見る5番阿部彌斗まだ動きなく打賞周回1コーナーです。車間を切った5番阿部彩斗、2番手2番織森一郎、3番手4番の伊藤雄生がいて、後方から3番のここは松本光で一番後ろから仕掛けます。勢いよく上がってきました。今ジャンが鳴って5番の阿部彩斗2番手飛びつきました。2センターから4コーナーに向かっていく3番の松本光大が行く、2番手に5番の阿部彩斗同型を警戒しながら残り1周を今切りました。ここで4番手から4番の伊藤雄生が仕掛ける、伊藤雄生を見て5番の阿部彩斗が振る、外に振って止める、2コーナーからバックストレッチ、4番伊藤雄生ブロックを受けて3番手、5番の阿部彌斗まだ2番手、番手から出ていく5番の阿部彌斗、追走4番の伊藤雄生、そしてその後ろはもつれている、4コーナー待った5番の阿部彌斗、伊藤雄生、この2人が踏み合いとなった、4番車の伊藤雄生捉えた。第8レース男子新人戦予選に伊藤雄生が阿部彌斗を捕まえました。4番5番1番あたり審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。人気両者で激しい直線の勝負、伊藤雄生が抜きました。スーパースローをご覧ください。伊藤雄生、阿部彩斗、3着1番小田京介が入っている感じです。4番5番1番、この後の正式決定までお待ちください。8レースの模様でした。第8レース男子新人戦予選の2走目ご覧いただきました。決定放送お待ちください。激しいレースとなりましたが、石田さん、いやー、この一戦で伊藤選手のね、こう結構見えたね、合わされ合わされ落ち着き最後かわす、なかなかだね。結構こう牽制といいますか、阿部彩斗選手のあれもいましたけれども、うん、阿部選手もね、初日よりもしっかりとこう積極的に動いてますし、やっぱり2強だったねここね、はい。まあ、最後は伊藤選手が捉えての4番5番で、3着に1番の小田京介選手という体勢には見えたんですが、決定放送お待ちください。第8レースをご覧いただきました。バンク内では第9レース男子新人戦予選の2走目、メンバーが登場しています。1番沖縄の横田龍斗選手をはじめ7選手によって行われます。発送予定時刻は18時55分が締め切りの時間、発送予定時刻となっています。決定、1着4番、2着5番、3着1番。平塚競輪8レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式4番5番180円、シャバン連勝単式4番5番340円、3連勝複式1番4番5番480円、3連勝単式4番5番1番
1170円、ワイド4番5番130円、1番4番260円、1番5番330円。以上でございます。石田選手、そして横田選手が最後に判定に入っていきます。ではここからは実況でご覧ください。照明が点灯されました稲塚競輪場です。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ2024、2日目のアベマ湘南バンクは第9レースを迎えています。競争種目は男子新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番沖縄横田龍斗、2番富山志田明人、3番新潟渡辺瑠衣、4番埼玉橋谷成美、5番青森斉藤エイス、6番静岡阿部俊、7番埼玉川田真也。以上のメンバーによる対戦です。風は依然として2メートルの風速、東の風ですから2コーナーから4コーナーに向かっての風向きです。気温は21度です。本命に抑えたのは3番車渡辺瑠衣、昨日は得意のまくりを決めています。徹底先行は2番車志田明人、昨日は先行はしませんでしたが、発送いたします。6番車は阿部俊です。昨日は後方からよく2着に届きました。号砲になりました。第9レース男子新人戦予選2がスタートです。まず飛び出したのは3番新潟渡辺瑠衣、続いて1番横田龍と、4番が橋谷成美、5番が斉藤エイス、2番志田明人、7番川田真也、最後尾6番阿部俊です。先頭3番新潟渡辺瑠衣です。初日はスパート合戦の中を阿部隼人の進撃を阻んでのスピードまくり、初勝利を飾っています。続いて1番車沖縄横田龍と、昨日は最終ホームで踏み屋に参加はできませんでしたが諦めずに踏んでいきました。3番手4番埼玉橋谷成美、昨日はホーム手前からのロングスパートを打ちました橋谷成美です。4番手から5番車青森斉藤エイス、1走目は栗山和樹の仕掛けに乗っていくようなレースでした。2番車志田明人は現在5番手です。昨日は赤番で一旦抑えて流し、一旦下がって2コーナーからまかり打つレースでした。持ち味は先行勝負。2番車志田明人、6番手7番埼玉川田真也、昨日はバッカルのまくり合戦に加われたんですがしのげませんでした。1番後ろは6番車静岡阿部俊です。初日は最終バック最後方からよく盛り返しての2着に入っています。4コーナー回りました。車間を切る3番渡辺瑠衣、さあ後ろの出方を見ています。今打掌周回に入って3番手から動く4番橋谷成美です。橋谷成美が動いて続いて5番車斉藤エースが続きます。斉藤エースが2コーナーから前に行きました。2番手に4番橋谷成美、3番手3番渡辺瑠衣、2番車志田明人まだ仕掛けず5番手、今ジャンが鳴ったところ、ジャンが鳴って3コーナーから2番車志田明人が行きます。さあここは持ち味の先行勝負を挑んでいきます。続いて7番車川田真也が追走、4コーナー待ってのホームストレッチ、今日は主導権を握ります。2番志田明人、6番車のここは阿部俊が3番手に追い上げる。3番の渡辺瑠衣が現在4番手の外変走、2コーナーからバックストレッチ、3番渡辺瑠衣が仕掛ける、3番手2番手上がってくる、これを7番の川田真也が番手から出ていく。3コーナーからセンター2番の志田明人がここは現在2番手でまだ眠る。3番の渡辺瑠衣、負けるちきったまくりきった渡辺瑠衣、外から1番車が伸びてくる。3番1番です。3番1番4番が当たり、9レース男子新人戦予選に今日もまくりました渡辺瑠衣。伸びてきた1番車横田龍斗2着、審判の判定は異常なしです。リプレイをご覧ください。渡辺瑠衣得意のスプリンター、その走りを見せました。2着伸びていく1番横田龍斗、スーパースローをご覧いただいております。
3着4番橋谷なるみ、3番1番4番のようです。この後の正式決定までお待ちください。9レースの模様でした。第9レース男子新人戦予選の2走目ご覧いただきました。渡辺瑠衣選手の表情をご覧いただいております。内田さんいかがでした？そつない、今日は、はい、あの展開も待って、うん、でタイミング的にもいいでしょうね。志田選手の先行を皆さん見てましたけれども、うんそうでしたね、渡辺選手の動き的にも、ね、自分捉えられる範囲で動いてたかなという感じだね。いやでもちょっと横田選手がどうやら2着に来てますよね。頑張ったね外外ね伸びてきましたね。沖縄の選手ですね、うん、3、1、で4橋谷選手も話してきましたが、はい、届いていたでしょうか、はい、この後の決定放送をお待ちいただければと思います。第9レースでした。はい、そしてバンク内では第10レースですね。こちらも男子新人戦予選の2走目、はい、選手紹介が行われています。5番埼玉中島純選手、そして6番地元塩島修一郎選手ご覧いただいております。では放送です。決定、1着3番、2着1番、3着4番。平塚競輪9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番3番1810円、シャバン連勝単式3番1番2390円、3連勝複式1番3番4番5370円、3連勝単式3番1番4番2510円、ワイド1番3番720円、3番4番340円、1番4番2860円、以上でございます。いただければと思います。それでは松本城選手からバンク内へと入っていきます。さあそれではお待たせいたしました。第10レース男子新人戦予選の2走目、ここからは実況でご覧ください。実況放送でお楽しみください。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ20242日目のアベマ湘南バンクです。競争は第10レースを迎えています。競争種目は男子新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。気温は1度下がって20度と発表されています。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番千葉山下雄介、2番鹿児島寺師光生、3番愛知水谷亮太、4番茨城藤田優太、5番埼玉中島純、6番地元神奈川塩島修一郎、7番福岡松本城、以上のメンバーによる対戦です。足の削り合いでも仕掛けるヤングレーサーの戦い、熱戦が続いています。競争は第10レースです。1番車山下雄介、初日2着に入ってポイント7ポイントを獲得しています。3番車水谷亮太、昨日は見せ場十分のかまし先行を見せました。本命はこの人、6番車塩島修一郎です。号砲になりました。第10レース新人戦予選2がスタートです。ここは4番藤田優太が上がっていきました。続いて3番水谷亮太、2番が寺師光生、5番中島純、6番塩島修一郎、1番が山下雄介、最後尾7番松本城です。バックストレッチ先頭4番茨城の藤田優太、初日は岩本京馬との激しい踏み合いのレースでした。2番手3番愛知水谷亮太、昨日はジャンマイカの一気のスパート、あっという間に後続を引き離すレースでした。最後は力尽きたんですが見せ場十分の競争。
3番手2番鹿児島寺地光成です。昨日は終始7番手もよく追い上げて4着に入っています。4番手5番埼玉中島潤、昨日はかまし先行を打ちました。2周回目の1センター、注目6番塩島修一郎、現在5番手。昨日は落ち着いて前の動きをよく見ながらバックからまくりました。その後ろから1番車千葉山下雄介、1走目は水谷陽太の大釜しに苦しい展開だったんですが、栗山和樹にうまく乗っての2着。1番後ろは7番車福岡松本城、昨日は外外を踏んでよく我慢して3着まで行きました松本城です。2周回目の4コーナーを回りました。4番藤田雄太、車間を切りながら後ろを警戒しています。今打掌周回に入りました。先頭4番藤田雄太、2番手3番水谷亮太、3番手2番寺師光成、5番の中島潤4番手、6番塩島修一郎現在5番手です。続いて1番山下雄介、7番松本城最後尾、この体勢のまま今ジャンガンになりました。4番藤田雄太、ここで一気にペースを上げました。ペースを上げる4番藤田雄太、2番手追走3番水谷亮太です。6番の塩島修一郎、まだ5番手の展開、残り1周を今切りました。4番のここは藤田雄太、ぐんぐんと加速していきます。今第2コーナー2番手番手まくり3番の水谷亮太、番手まくり3番の水谷亮太、続いて2番の寺地光成、5番の中島潤、外から6番の塩島修一郎も攻めていく。4コーナー丸、先頭3番の水谷亮太、水谷亮太先頭だ。外から5番中島潤が伸びてくるが、伸びきった5番中島潤。10レース男子新人戦予選に5番車中島潤が伸びました。うちで3番水谷亮太。審判の判定は異常なしの白旗、リプレイをご覧ください。一着接戦となっています。3番水谷亮太番手まくり、外から伸びる5番中島潤、スーパースローをご覧ください。一着接戦です。わずかに5番中島潤が伸びていますか。3着6番塩島修一郎です。この後の正式決定までお待ちください。10レースの模様でした。第10レース男子新人戦予選の2走目ご覧いただきました。決定予想お待ちください。かなり接戦でしたね。3番水谷選手、5番中島潤選手で接戦という形なんですが、レースは一度さんいかがでした？ちょっと塩島選手後方すぎたね、動きがなかったので、で有利に番手まくり池田水谷選手や中島選手がね前々にいたってことで、力関係云々短期のまああやかなっていうところですね。まあ、3着にどうでしょうね、塩島選手も届いていたかどうかというところなんですが、この後の決定放送まで今しばらくお待ちください。第10レースご覧いただきました。バンク内では11レースの選手紹介が行われています。こちらも男子新人戦予選の2走目ですね。メンバーなんですが、1番岐阜の岩井新選手をはじめ7選手によって行われます。この後お時間ご注意ください。発送予定時刻は19時55分、公式投票締め切りは19時52分です。決定。1着5番、2着3番、3着6番。なお1着は写真を参考に判定しました。平塚競輪10レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式3番5番4120円、シャバン連勝単式5番3番8190円、3連勝複式3番5番6番1790円、3連勝単式5番3番6番2万6600円、ワイド3番5番780円、5番6番360円、3番6番280円、以上でございます。はい、ご覧の通りとなっています。1着が写真判定、判定の結果1着が5番選手、そして2着が3番選手と判定されています。着差はリサでした。
この後は11レース男子新人戦予選の2走目が発走となります。7番岡部陸斗選手、はい、ご覧いただいておりますね。その後ろに人気の中心6番車栗山和樹選手、はい、表情もいただいております。ちょっと緊張な面持ちでしょうかね、はい、連勝での勝ち上がりとなるでしょうか。あとここを破っていくのがどの選手かというところで、4番の高野信玄選手のお話もありましたし、主導権の中西優選手のお話も出ていました。そして対抗として市田さんに挙げていただいたのが1番の岩井慎選手ですね。はい、その岩井選手が最後にバンクへと入っていきます。それでは第11レースをご覧ください。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ20242日目のアベマ湘南バンクです。競争は第11レースを迎えています。競争種目は男子新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーを内から順を追ってご紹介いたします。1番岐阜岩井慎、2番鹿児島入田龍馬、3番福岡中西優、4番愛知高野信玄、5番千葉山本天平、6番岐阜栗山和樹、7番栃木岡部陸斗、以上のメンバーによる対戦です。予選に4組目となりました。1番車岩井慎です。気がうまく長いの手の競争3着に入っています。高野信玄、昨日はジャンで一瞬出遅れたんですが、よくコースを切り開いていきました。発走いたします。無傷の現在4連勝中栗山和樹、このレースも本命です。号砲になりました。第11レース男子新人戦予選2がスタートしました。1番岩井慎が上がりますが、外から6番栗山和樹もかぶせて前に入りました。3番手から2番入田龍馬、続いて3番中西優、5番が山本天平、4番高野信玄、一番後ろ7番岡部陸斗です。バックストレッチ6番先頭岐阜の栗山和樹です。デビューして無傷の4連勝、ルーキーシリーズは勝つ組み立てでいきたいと前傾に話していました。2番手から1番岐阜の岩井慎です。昨日はうまく馬に流れに乗りながら3着に入っています。3番手2番車鹿児島入田龍馬です。昨日は先制はしたんですが、前々に攻める同期に飲み込まれたんですが、バックで仕掛ける気迫を見せています。2番車入田龍馬、4番手3番車は福岡中西優、昨日はジャンガマシを打ちました。5番手は5番千葉の山本天平、昨日は前々に攻める競争。6番手は4番車愛知の高野信玄です。初日はジャンで出遅れたんですが、コースを切り開きながら前進してうまく2着に入っています。動きました高野信玄、続いて7番栃木岡部陸斗。初日は水谷陽太との大釜しに大先行のレースでした。2周回目の4コーナー回っています。4番高野信玄がアウトコースから上がっていく、続いて7番岡部陸斗がここの4番の高野信玄に乗っていきます。打勝周回1コーナー6番の栗山和樹下げます。下げた瞬間、今度は7番の岡部陸斗が攻めます。続いて3番中西優が2番手で上がって、この中西優を上がって7番の岡部陸斗をジャンで叩く。3番中西優、7番の岡部陸斗2番手に引いて、6番の栗山和樹がいい位置3番手を取っています。その下は4番車の高野信玄、外に5番の山本天平並走、続いて1番岩井慎です。残り1周を切りました。3番車の中西優を今度は7番の岡部陸斗がかわしていく2コーナーです。続いて6番車は栗山和樹2番手、今度は1番車の岩井慎が外からまくっていく体勢、合わせていく6番の栗山和樹ですが、1番の岩井慎が先頭、おっと落車があった、3車落車です。6番の栗山和樹、外に1番の岩井慎、体を合わせながらこの両者、さあこの両者踏み合いは1番車岩井慎が制した。しかしこのレース3コーナーで3選手落車です。
3番中西優選手、4番高野信玄選手、5番の山本天平選手、この3人落車。4番高野信玄選手が乗車しました。高野信玄選手乗車しようとしていますが、ちょっと自転車がうまく動かないようです。高野信玄選手諦めて棄権しています。その3人ともに危険です。落車した3人は棄権しました。このレースは落車があります。お手持ちの投票券は決定放送が出るまではそのままでお待ちください。ゴールの通過体制は1番6番2番あたりとお伝えしておきます。11レースは3選手落車危険、3番4番5番選手です。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。リプレイをご覧ください。栗山和樹と岩井真、体を合わせながら。お知らせいたします。ただいまのレースは審議いたします。このレースは審議となります。お手持ちの投票券はそのままでお待ちください。ゴールの通過体制1番6番2番です。この後の審判放送をお待ちください。11レースの模様でした。お知らせします。ただいまより第3コーナー付近の事象について審議いたします。審議対象選手は2番4番5番です。審議の結果と決定はしばらくお待ちください。はい、ただいま第11レース男子新人戦予選の2走目をご覧いただきましたが、このレースは審議となっています。第3コーナー付近の事象についての審議です。審議対象選手は2番、4番、および5番選手と発表されています。審議の結果、決定に関しましては今しばらくお待ちください。どうでしょうか。上位入着選手が審議の対象となっているでしょうか。ゴール戦通過としては1番、6番、2番、あとは7番、このあたりの体制に見えました。はい、そして改めてなんですが、第3コーナー付近の事象についての審議です。審議対象選手2番、4番および5番選手と発表されています。審議の結果決定に関しましては今しばらくお待ちいただければと思います。はい、11レースですね、結果をご覧いただければと思います。では放送聞きください。お知らせします。ただいまのレースは3着到達の2番および4番、5番について審議を行っていますので、2着までの決定を先に行います。決定。1着1番2着6番。平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン連勝複式1番6番200円、シャバン連勝単式1番6番1260円、3連勝複式3連勝単式ワイドはしばらくお待ちください。それでは第11レース男子新人戦予選に、こちら結果をご覧いただいているんですが、審議の対象となっております3着到達の2番選手、引き続き審議が行われておりますので、先に2着までの決定をご紹介させていただきます。1着1番岩井真、2着6番栗山和樹、払い戻し金2社単1番6番で1260円です。3連勝式ワイドの結果に関しましては今しばらくお待ちください。それでは最終12レース選手紹介見ていきましょう。
ここなんですけれども、まずは富山の岩本選手、岩本京真選手ですね、ご覧いただいております。石田さん、うん、ここはラインができるんですよね、一つ。そうだね、はい、1番川上選手がね、はい、あの森田選手をマークというコメントで出ていますので、はい、森田選手待ちかね。そうですね、うん、なので先にこの2番岩本選手、うん、続いて3番になりますかね、はい、西村武選手、新潟選手、はい、でここがそうですね、7番1番ね、はい、うん、森田選手には川上選手ついてるね、はい、おっとラインできてるね、うんうん、そうですね、はい、で6番の佐藤大地選手、5番中島隆成選手、そして4番小山俊太選手です。お待たせしました、審議の結果をお知らせします。2番、4番および5番選手の走行を審議しましたが失格とはなりません。決定。3着2番お待たせいたしました、平塚競輪11レースの払い戻し金額をお知らせいたします。3連勝複式1番2番6番660円、3連勝単式1番6番2番8130円、ワイド1番6番110円、1番2番480円、2番6番260円、以上でございます。ただいまから平塚競輪第11レースの審議 VTR を放映いたします。最終周回第3コーナー付近における3番、4番および5番選手の落車は、2番選手の動きに影響を受けた5番選手の違反性のない内側への動きと、4番選手の違反性のない外側への動きにより接触し発生したものであり、2番、4番および5番選手は失格とはなりませんでした。スピードチャンネルスカパー杯ルーキーシリーズ2024スカムのアベマ湘南バンクは最終レースを迎えています。競争種目は第12レース男子新人戦予選2です。距離はバンク4周1625メートルです。それでは対戦メンバーをうちから順を追ってご紹介いたします。1番栃木川上龍義、2番富山岩本京馬、3番新潟西村武、4番熊本小山俊太、5番山梨中島隆成、6番三重佐藤大地、7番埼玉森田一郎、以上のメンバーによる対戦です。予選に最終組となりました。森田一郎です。森田一郎スピードは折り紙付き、初日もいいスピードを見せました。発送いたします。構えての号令かかりました。体制完了。号砲になりました。第12レース男子新人戦予選2がスタートです。1番川上龍義、外から6番佐藤大地が上がっていきましたが、ここは川上龍義が前を取ったようです。下がって6番佐藤大地、2番手2番の岩本京馬、5番手は中島隆成、3番西村武、4番小山俊太、6番佐藤大地がいて、一番後ろから7番森田一郎が上がっていきます。1周回目の2センターです。先頭1番栃木の川上龍義、今日は同学年森田一郎のマークになるようです。大学では川上がスプリント、森田が主に競輪種目をやっていました。その7番森田一郎が上がっていきます。前に入る森田一郎、7番1番となって2周回目の1コーナー、3番手から2番手は富山の岩本京馬、昨日は赤番で抑えて前段
藤田雄太の仕掛けに合わせきったレースでした。岩本清馬、後ろは続いて5番車山梨の中島流星、昨日は2センターからのかましです。一番後ろが動く6番車三重の佐藤大地です。佐藤大地が上がっていく。昨日はしっかりとホームから攻めるレースをしました。7番車の森田一郎、ここは6番の佐藤大地の動きを見ながら4コーナー待ってのホームストレッチ。ここは6番佐藤大地が前に行きます。7番森田一郎が2番手、そしてウィンコースをついていく4番小山俊太が現在森田一郎を後ろを狙っていますか。外に1番の川上龍に並走となって、ここは小山俊太、森田一郎を後ろを狙っています。2番車は岩本京馬、いて5番車は中島流星、最後尾3番西村武史、今ジャンが鳴りました。6番の佐藤大地先行体制流しています。7番森田一郎2番手、その後ろは並走4番1番、ここで2番の岩本京馬、京馬がかます。6番の佐藤大地も合わせていく。残り1周を切って先頭に立ったのは2番車の岩本京馬、2番手6番の佐藤大地、そして7番森田一郎3番手、その後ろ番手守った1番川上龍儀、2コーナー過ぎから7番の森田一郎が一気にまくる。2番車の岩本京馬を捉えた。追走1番の川上龍儀、4コーナー丸7番車森田一郎先頭、そして1番の川上龍儀が迫る。7番の森田一郎後ろを振り切ってゴール。7番1番5番あたり。12レース男子新人戦予選に森田一郎、今日も素晴らしいスピードを披露しました。審判の判定は異常なしです。森田一郎、そして1番川上龍儀、番手並走となっていたんですが守って2着入線、3着5番中島流星です。スーパースローをご覧ください。人気両者ワンツー、7番1番、今シリーズ初めてのラインを組んだこの2人、3着5番中島流星、この後の正式決定までお待ちください。12レースの模様でした。最終12レース男子新人戦予選の2走目をご覧いただきました。決定放送までお待ちください。森田選手1着で通過となったでしょうか。市田さんいかがでしたでしょうか。はい、今日もしっかりとね展開見極めて、動くとこは動きますし、いい位置取りからの縦足、こちらも問題なく、いいね、いいですね、いいそれでは放送です。決定。1着7番、2着1番、3着5番。平塚競輪12レースの払い戻し金額をお知らせいたします。シャバン電商複式1番7番150円、シャバン電商単式7番1番180円、三電商複式1番5番7番390円、三電商単式7番1番5番540円、ワイド1番7番100円、5番7番190円、1番5番410円、以上でございます。